あら、かわいい、セクシー。ソーサー、ハンプリー、ルーキーチーム。いや、これは場内の雰囲気はどうなんだろうな。あ、でも盛り上がってるわ。よかった。千円への答え方も慣れてるな、ハンフリー。いよいよ、あ、続けてやるの？準決勝第1試合を始めます。あ、え、続けてじゃないよね。優勝候補の筆頭。筆頭はイオリさんたちじゃない？いや、マジか、 MP とか大丈夫か。さすがに回復してくれてるよな。対戦チームはこれまた異色のコンビ。異色のコンビ。まさかここまで勝ち上がるとは。あ、予想外なんだ。誰だ。レディーマッシブ、レディーマッシブ and マスクザハンサムチーム。マスクザハンサム。なるほど。あ、棄権したんじゃね。やっぱ俺たちの強さ見て。お, お前まさか高いとこいる人じゃないそれ、もしかして。高さ増してねえか、サマディの時より。おい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 。なるほどな、サプライズ言うてたのこれか、お前。あ、レディーマッシブってお前か。今こそこのシルビ。おい、もう言いかけてるやん。いいや、このレディーマッシブと。レディーマッシブ。白黒つけようじゃない。なるほど。まあ、シルビア的にはなんか主人公ともなんか一戦交えたいみたいな雰囲気あったもんね。お、なんだ。今度の対戦相手はお前の知り合いなの？いや、仲間なんすよ。金持ちの船持ってるんすよ。おお、知り合いじゃないわよ。全くもって知り合いじゃないわ。あくまでその体で行くんだな。レディーマッシブ。レディーマッシブ。なんでそんな息ぴったりのやつと組めたんだよ、お前。マスクザハンサム。やれやれ、賑やかな人たちだな。いやー、シルビ、いや、レディーマッシブもくじ運に恵まれたな。ともかくやるからには真剣勝負。手は抜かないから覚悟しなさい。オッケー、そのつもりだぜ。無論だ、手など抜かないさ。抜いちゃダメだ、シルビア強いからな。おっと、ハンフリーは小さい瓶を取り出すと中身を一気に飲み干した。おっと、ポイ捨てやめろお前。ああ、気にしないでくれ。試合前にこいつを飲むと調子がいいんだ。ああ、そういうの験担ぎ的なのありますよね。うん、さあ行くぞ。行こう、瓶は拾っとけお前。それでは準決勝第1試合はじめ。ん、さあ MP がどうなってるか。さすがに回復してると信じたい自分がいてよかった。うん、何をしてくるかわからん、気を抜くな。 OK。 おっ、レディーマッシュ。おっと、デュアルカッター。これは神が使ってるやつ、強いな、なかなか。でもブレードガードから入りましょう。ミラクルソード、そんなの覚えさせてない。うお、なかなかやるやん。チャンピオン回復してくれ、チャンピオン。やばくないか、チャンピオン。信じてたぜ。いや、なんで俺ばっかり。やめてくれよシルビア、ここをちょっと回復しときたいな。やばいな、ちょっと割と強いぞこいつら。これぞ我が美学。シャインスコープ。うわ、結構きますね。ハンフリー、そうそう、ハンフリーを攻撃してくれると助かるんだよ。
レディーマッシブから行く？いやでも多分なんとなくだけどマスク・ザ・ハンサムの方が体力なさげな気がするんだよな。マスクから行こう。よいしょ。あ、シャインスコール。もう食らうんだよな。こいつを飲め。ハンフリー。最高だぜ相棒。よいしょ。あ、皮膚き、うわ、地味に食らうな。あ、やばいぞ。おっと、ブレードガード。これちょっとあれだな。今までの戦いを鑑みるに、シルビアがゾーンに入ったらね、連携技とかしてくると思うので、ここちょっと体力全開にしときたいな。どういう技が来るか分かんないから。ほら来た、ハンサムブレイカーおお、なかなかの攻撃力あるやん。あ、やばい。ガードしていく。炎の爪使えるんや。あー、やばい。主人公、いやこれ強いぞこいつら。ハンフリー、多分主人公が負けちゃったらこの試合は負けになると思うので。いや違う、ハンサムの方行ってくれよ。渾身切り、いやでも一人落としたら連携も使えなくなるので一気に戦況は楽になるぞ。え、なんだポイズンキス、大丈夫か、そんなの使えたっけ。あ、毒受けちゃった、毒受けちゃったか。シャインスコール、これが強いんだよ。ここはちょっと回復だな。あ、でも向こうも体力減ってるわ。よし、いいぞ。これが強い。ハンフリー、やばい、ハンフリー、ハンフリー、ハンフリーハンフリーのポケットには薬草がいっぱいあるぞ。これは助かる。よし、もう落とそう、ハンサムの方。ああ、間違え、間違えた、ごめん。ああ、ごめん。ハンフリー。ごめん。間違えちゃった。渾身切り行きたかったんだけど。よし、今度は間違えない。渾身切りをマスク・ザ・ハンサムにぶち込んで、これで落ちるんじゃないか。だいぶ削ってるはず。いや、まだ落ちないか。強いな、二人とも。あ、来た。痛い。ハンフリー、ハンフリー、ハンフリー、ポッケから出してくれる。よし、渾身切り。今度こそこれで落ちるわ、マスク・ザ・ハンサム。よいしょ、よし。これはもう勝ち確でしょ。ミラクルソード。ミラクルソード強いな。手加減はしないぜ、シルビア。よいしょ。熱いの行くぜ。熱いの行って。これがラストの渾身切り。これで決まるかな、おそらく。対戦、ありがとうございました。よし。いやー、強かったな。割と危ないシーンあったよね。あー。700。そこまで、捜査ハンフリールーキーチーム。よし、まあ順当に勝った風に見えるんでしょうね、周りから見ると。ああ、このシルビア、レディの支部を打ち負かす。もうシルビアでいいよ。やるわね。ねえ、レディーマッシブ、言い直すの可愛いな。でもあなたにだったら負けて悔いなし、最高の勝負ができてよかったわ。アディオス。アディオス、アデューじゃないんだ。
マッシブの時はアディオスって設定してんのかな。ほう。なんだったんだ。いや悪い人じゃないんですけどね。ちょっと変わった人で。あ、なるほど。もうこのまま決勝戦いっちゃう。あ、どう。道具の薬草をちょっと使い込んだ説あるけど大丈夫かな。普通考えたら次の相手はね、さっきのマッシブとあのマスク・ザ・ハンサムだっけ、あれあのペアよりも強いはずなので、ちょっとやばいかもしんないな。ハンフリー・ルーキーチーム、舞台にお上がりください。ルーキー優勝候補の筆頭、堂々とした歩きぶりです。まさしく王座の貫禄。このままチャンピオンの座を守りきれるのでしょうか。いや、いけるでしょう。ハンフリーならイオリもいますしね。ロー・マルティナチー、まあそうなるでしょうね。ロー・マルティナ、いや、マルティナと戦えるのは嬉しいな。動かない老人と合客一戦の女。あ、決勝戦でも動かないんだっけ。どうだったかな、覚えてないな。新チャンピオンとなれるのか。かわいい、かわいいっていうよりかは美しいよね、マルティナは。うん、気は抜かないぜ。ハンフリーも条約層頼むぞ。おっと、また験担ぎっすか、ハンフリーさん。姫よ、見たかね。見られた。いや、ただの水ですよ、中は。決してそんななんかドーピング的なもの、あのロシア的なものではないですよ。組織ぐるみじゃないですよ。イオリはしてないですから。マジでマジで。勝てば優勝だ。全力で行くぞ。大丈夫か。ハンフリー。さて、お手並み拝見じゃな。それでは仮面舞踏会決勝戦始め。始め。さあ、ローの方が攻撃してこないのかな。どうだったっけな。マルティナ強いじゃん。ローから行く。もう始めてるよ。言われなくても。まずブレードガードから入るの、イオリさんは。やり方があるの、こっちの。おっと、やっつよ、ハンフリー。いや、ちょっと待って、様子見してないじゃん、あいつ。ダメじゃん。ゾーンに入っていく。いや、ちょっとこれ厳しいな。二人の攻撃が一気にイオリに来たら、これ落ちるぞ。マジで。ちょっと最初、丁寧に行かせてもらっていいですか、ハンフリーの兄貴。ちょっとルーキービビってます。マルティナ様子を伺う。よし、これは攻撃できるタイミングだな。いや、ローを多分落とした方がいいんじゃないかなって思うんだけど、回復要因だから。うん。よいしょ。あ、やば。ハンフリー。何やって。デンダハンフリー。でも目覚めの花をね、主人公持ってるんですよ。あ、使えないんだ、あのゲストには。そうなんや。ハンフリー何やってんだお前。こんな大事な時に。いや、主人公一人でこの二人はきついぞ。起きろ。やばい、ゾーン入ってくるじゃん。あ、いいぞ、ハンフリー、オッケー、目覚ましてくる。あ、
あ、でもマルティナがゾーンに入ったから次多分ローのゾーンが来て、あの連携に入るので、ここは回復しておきましょう。安全、ほら来た。これはもうパターンとして決まってんだ。なんで、おーおーおお、そんなんですね。おっと、足払い。これは注意しないとな。あ、やっぱそうだ、回復してくるんやって。うわ、厄介だな。厄介だからこそ早く落としたいね、ロー。よいしょ。あ、やめて、マルティナ、痛い。ハンフリー、ポケットからまた薬草出してくれた。よし。ぶち込めるときにぶち込んでいきましょう。よいしょ。OK、いいぞ、ハンフリー。次の渾身切りで落ちるんじゃないか。よし、まずロー落とそう。これで。よいしょ。よし。よし。こっからじっくり行こう。何やってんだ。あ、見とれてないか？大丈夫か？ハート出してないか？ここは大事に行きたいな。あれ？なんでだ？素早さが高いのか？マルティナ。ムーンサルト。うっと。おっと、厳しいですね。危ない危ない。おっと、燃え尽きな。もう主人公は自分の体力だけ注意しとけば、あとはハンフリーが攻撃してダメージをマルティナに与えてくれるので大丈夫じゃないかなって。うん、渾身切りを打つまでもないんじゃないかなっていう感じでいますね。渾身切りに MP を割くよりは、主人公 の、あのヒットポイントの管理に MP 割いた方が安全だね。うん、真空切り。よし、もうだいぶ減ったんじゃない。よいしょ。これでしまいか。おっと、よしよし。ちょっと危ない場面やっぱあったな。強いな。おっとおっと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 。おお、すごい。足が見えねえ。神が言ってたの本当だ。その技は。え、なんということじゃ。お主はまさか。隙あり。ハンフリー。よじゃないぜ、ハンフリー。まあ、よそ見した方が悪いよな。試合中だぜ、お嬢さん。お嬢ちゃん。ハンフリー。まあ、卑怯とは言えないよな。試合中なのは確かだから。より、とどめだ。なんて連携技。ちょっと審判の人もね、戸惑ってるやん。こんななんか勝負のつき方でいいのかなみたいな。そうさ、もなんかもうちょっとこう正々堂々としたのを期待してたんだろうな。うん、審判さんとしてはね。生きてやがるぜ。ありがとう。ありがとう、みんな。ハンフリーです、ルーキーです。すがすがしい顔してやがるぜ。優勝はこのチームに決定しました。これより表彰式を始めます。
うん。やったな。ついに優勝したぞ。やったぜ。まあ、ハンフリーの活躍があってこそみたいなとこありましたけどね。条約層はだいぶ助かったな。今回はどの対戦相手も手強かった。手強かった。もしお前がいなかったら優勝する。いやいや、ご謙遜を。優勝商品は虹色の枝という貴重なものらしい。売れば結構な金になる。いや、売っちゃダメよ。そいつを二人で。ダメダメ、売っちゃ。あ、どうした？ハンフリー。ハンフリー？チャンピオン？チャンピオン？これは山分けしなくて済むのでは？ハンフリーがもうああなったらもうね、賞金そのままもう主人公のものでいいでしょう。これは仕方ないでしょう。ね。イオリ様優勝おめでとうございます。しかし表彰式の途中でハンフリー様が倒れてしまうとは災難でしたね。ハンフリーさんの容態ですが、ああ、くそ。くそが、命に別状なし、ということだそうです。おそらく試合の疲れが出たんでしょうな。本日行われるはずだった表彰式の続きは、ハンフリーさんの様子を見て、後日行われることになりましたと。なるほど。ああ、宿屋に泊まれということか。ハンフリー。別状なしだったか。マジでクソだな。よし、宿屋に泊まればいいんだよね。オッケー。はい、入ってます。ローじゃよ。お主に用があってきたんじゃ。来たね。開けてはもらえぬ。ダメです。入ってます。うん、お主一人だけか。すまんが仲間を呼んでくれんか。お主らに話があるんじゃ。話なんでしょう。マルティナ姫が行方不明になってしまってな、町中どこを探しても見つからん。それは災難でしたね。ただ僕らには関係ないんで、うん、全然関係ないんで、それすいません。マジでカミュなんてね、もうそのマルティナ姫にボコボコにやられてね、すごい心に深い傷を負ってますから、この青年は。おそらく何か事件に巻き込まれたんじゃろう。そこで相談なんじゃが、お主ら姫を探すのに協力してくれるか。まあ今巷でね、あの噂で聞いた行方不明事件に巻き込まれたって考えるのが普通だよね。まあ、協力はしないんですけど。マルティナ姫を救うためにはお主らの力が必要なんじゃ。そういう案で協力してくれぬか。仕方ないな、おじいちゃん。うん、恩に切るぞ。大会優勝者のお主とその仲間たちがいれば100人力じゃ。必ずや姫を見つけられるじゃろう、うん、何か手がかりはあるのかな。マルティナ姫が消息を絶ったのはハンフリーの個人。ハンフリーの個人か。まずはそこに行ってみるとしよう。はい。いや、ちょっとこっからね。まあ、僕はあの 3DS をやってるから知ってるんですけど、これからね、どぎつい闇が、ハンフリーの闇が明るみになりますから、これ覚悟しといた方がいいですよ。